はーい、お疲れ様です。みつです。今回のお話なんですけど、こちらの記事ですね。チケット転売ヤーに突撃、羽がいじめで制圧、YouTuber 企画にさらし、批判も本人反論っていうこちらの記事なんですけど、これだけじゃちょっと分かりづらいですけど、こんな感じで、えー、チケットの転売をしてる転売ヤーをですね、逃がさないように締めてる YouTuber が今話題になってるんですよね。それやりすぎだろーっていうふうに言われてるわけです。最近4 直し系みたいなね、例えば盗撮犯を捕まえるぞみたいなそういうねえ YouTuber とかが結構出てきたりしてるんですけどただそのやり方さすがにそれはやりすぎだろーってこんな風にね締めたりもしてるんで批判がね殺到してるわけなんですよねまあその批判の理由っていうのは例えばその YouTuber が前科者だったりだとかまあいろんなところでえ引き金はあるとは思うんですけどまあ今回はねえそのやりすぎだーっていうのが話題になってる件について見ていこうかなと思います 元水ののチャンネルではジジニュース系のことを話していきますすのでいいいねと思ったら是非チャンネル登録もよろししくお願いします、まあ、まずこれ、転売ヤーをね、元水は擁護するつもりもないですし、ざま派、あ、的な話でもあるんですけど、ただそれはちょっとやりすぎだろうっていうような話なんですよね。えー、ちょっと記事をね、見ながら進めていこうと思うんですけど、元特殊詐欺グループのリーダー格で逮捕され、服役、現在は更生支援の活動をしている YouTuber のフナイムさんが2023年8月 28日に X こんな YouTuber がいるんですよね。フナイムっていう、こちらのフナイム TV っていうね、YouTube をね、運営してる人なんですけど、この人、元特殊詐欺の主犯だった人なんですよね。まあ、こちらの記事にもある通り、むっちゃ悪いことして捕まってた人なんですよ。まあ、その人が今、構、ま、成、あ、をしてるという話なんですけど、アイドルグループの乃木坂46のコンサートチケットを転売したとされる人物 制圧する様子を収めた動画だこれが物議を醸しているわけなんですけど注意喚起じゃ済まされない警察連行ということでその YouTuber のフナイムさんは2015年に被害額6000枚の特殊詐欺で逮捕されやばめちゃめちゃ悪いことしてるねで16年に懲役5年4ヶ月の実刑判決を受けた2021年に刑期満了となった現在は犯罪撲滅活動家を名乗り SNS やメディア をを通じてて情報発信をしているということでまあ世直し系 YouTuber みたいな感じなんですよね悪いことしてるやつに突撃するぞみたいなそんな人なんですけど物議を醸したのはフナイムさんが28日に X で公開した動画だということでそれがこちらになるんですけど、えー、フナイムさんがねツイッターで、えー、刑務所を出所して思うこと乃木坂46真夏の全国ツアー2023神宮チケット高額転売屋を制圧したぞということで 1> 1年以以下下のの懲役または100万円以下の罰金注意喚起が済まされないぞということで現在チケットの高額転売っていうのは、えー、法的にもアウトなわけですよね、まあ、だからこういう罰を下ることになるんだぞとこういうことを示した上で俺は警察に連行したっていうことでその転売屋を見つけて突撃してるんですよね乃木坂46のメンバーも悲しむファンも悲しむ転売屋自身もライブに行けない嫌なことばかりだよアーティストは迷惑してるチケット転売 転売は違法だーっててていうことででその映像を上げてくれてるんですよ、ね、まあ YouTube にも一緒に上げてはいるんですけど動画を、まあ、こんな感じで転売をしてた人をねもう加がいじめにしてこうやって閉めてるんですよねおい警察来るまで待っとけよーみたいな感じでまあこの話がめちゃめちゃ問題視されてるわけなんですよねまあ確かに転売ヤーはむちゃくちゃ腹立たしいしふざけんなーって思いますけどただこれはやりすぎじゃねえかーって批判殺到するわけですよねさっきの Twitter でコメントを添えて転売行為をした とすするる人物をを確保する様子を投稿した。動画ではフナイムさんが相手をはがいじめにし床に寝転んだまま節制者と見られる男性と共におとなしくしとけ、だめだよ転売しちゃなどと大声でサトス押さえつけられた人物は力なくすいませんと声を上げるもうフナイムさんはだめだよすいませんじゃねえんだよ待て今警察来るからとして話すことはなかったと、まあ、これさすがにやりすぎじゃないって元光も思いましたねでね30日に は乃木坂46悪徳チケット転売や突撃ししてみたたと題した YouTube 動画で確保までの詳しい要素を公開し X でも賛否両論ありますがチケットの大幅値上がりやはり許し難いですよね転売や撲滅は詐欺メール撲滅くらい重要緊急だと思います日本の警察もなかなか検挙できない捕まえるときは被疑者の安全性アピールしながら優しく捕まえたいと思いますと訴えたっていうことで俺は世直ししてんだっていうのをね、えー 訴えてるわけななんでですよよねで頭を打たたいように配慮しましまって言ってるんですけどただ相手を引きずり倒し羽交い締めにし動画で配信するという行動には賛否の声が寄せられているまあもちろん転売やふざけんなーってねここの底から思ってる人らはえっざまっていうふうに思う人もいるかもしれないですけどこれをね見ると率直にちょっとやりすぎじゃねって思うのが普通だと思うんですよねフライムさんは自身に寄せられた意見に返信を行っている他人をいきなり押さえつける行為は経されている 警察官以外は良くないないどと指摘される、まあ、その指摘に関しては警察へ通報して逃げられてしまったら意味がありませんその場所にいて欲しいと言葉で伝えても逃げてしまう緊急なので捕まえるしかないと考えますと反論したと、まあ、逃げるからこうやって閉めてんだっていうふうに言ってるんですけど複数人いるんだったら、まあ、捕まえておくだけでなんとか逃げれないようにはできると思うんですけどねここまでやる必要がののかかていうことですす、ね、動画にして晒すのはいかがなものかとする声 ツイッターでもさっきみたいな映像が上がってるんですよね。YouTube で流すことで社会に問題提起をしています。事実を載せているだけです。などとしていると、あくまで俺は世直しをしてんだっていうことを主張するわけですね。こうしたフナイムさんの行動については、一部メディアが賛否の反応が出ていると報じると、フナイムさんはこれに反応とえ反論するんですよね。Yahoo ニュースになっていました。とししてここでご説明いたしますが私も警察 警署へ行き事情を説明逃げようとしたので後ろから体を抱き自身が後ろに倒れ込むようにして頭を打たないように配慮しましたと当時を振り返ったこの説明もしておりますそれからこの動画も見せましたとしもし私が行ったことが犯罪であれば生活安全課の刑事さんは私を返すことはなかったと思いますとしているということで警察も私の行動は問題ないということで認識しているみたいなんですよね、まあ、だから俺は悪くねえよっていうのを 主張してるわけです、まあ、ただツイッターではまあこれのね引用リツイートとか元光が見る限りかなりの量の批判のねコメントがあったわけですね、まあ、例えばで挙げるとこれはライムって人もやりすぎでひどすぎ豚箱やら刑務所やらで過ごして犯罪撲滅と称して活動している人でまともな人っていないのかっていうふうに言われてたりするんですよねでまあこちら一旦いいねさせていただきますね、まあ、こういう批判があってですね、まあ、行動がやりすすぎっていうとこころもあるんですけど、まあこの過去の犯 犯罪。存在 前科っていうところがやっぱりみんなちょっと引っかかってるんだと思うんですよねここに書いてる通りフナイムさん2015年に被害額6000万円の特殊詐欺で逮捕されてるんだよで懲役5年とかの実刑まで受けてるとまあ相当極悪なわけですよねまあそれは確かに刑期満了してるっていうのはあるかもしれないですけどどの口が言ってんだよって転売ヤはダメだなんてそういう風な意見があったりするんですよねまああとは結局 YouTube とか動画を上げて収益を得るためなんじゃねい えのかかっっていうようよななねねそんな見方でで批判が結構多かったりすするわけです、ねまあ、実際にそういう世直し系、えー、YouTuber みたいな人でね、まあ、こんなこともあったりしたんですよね、最近、えー、他のニュースになるんですけど盗撮ハンター見張り役逮捕日曜日は休みということで、えー、職業不詳の笹尾容疑者は去年池袋の路上で30代男性に盗撮してたでしょと声をかけ示談金として現金100万円を脅し取った疑いで逮捕されてるぞていう話があるんですよ。これ どういうことかっていうと駅で盗撮をしてる人を見つけてですねま世、あ、直しをしてるような動きをしておいて結局自分たちのプラスになるようなことをしてるんですよねこういう人たちってまあ、だから本光は結局信用できないなと思ってますだって本当に正義執行したいんだったら警察になってででそれで捕まえればいいじゃんって話になりますからねこの事件ではお金を騙し取ったりだとかまあ今回の話でいうと YouTube で収益化をクリアしようって、ね、このさっきのフナイムさんも言ってるわけ だから目的は自分のためなんじゃねえのかって思われてもしょうがないんですね。それは批判殺到するよって まあ要するに、口ではかっこいいこと言って、結局過去の話とか、今のやってることっていうのがあんまり指示されてないということなんだと思うんですけどね。まあ、これだけ物議かもしてる理由っていうのは。で、ね、こっからは元光の感想なんですけど、これも結構批判受けちゃう一層なんですけど、ね、元光の話が。個人的にはこの話、そこまで悪いと思ってないんですよ。目には目をみたいな感じで、悪いものにはアウトローなやり方をする人がいてもおかしくはないんじゃないのかなと思ってるんですよ。 実際法改正したところで転売屋がね、えー、じゃあもう撲滅されたかって言われるとそうではないこういう現状があるわけだから、まあ、こういう人がいても仕方ないかなと正直思ってますただですね元光は前々から言ってるんですけど、まあ、このように過去に悪いことして、まあ、景気満了したからじゃあみんなと一緒チャラですよとはならないと思ってるんですよ構成していいことをしている人よりも最初からコツコツ頑張っていいことしてる人が報われるべきだと元光は思ってるんでなので 本光的にはねこのフナイムさんの姿勢っていうのがちょっと気にかかってて正義の味方だ俺は正しいんだみたいなそのスタンスがやっぱおかしいなと思うんですよね少なくとも多くの人が問題視してるわけだから賛否両論ある時点で悪いことをね思ってる人も多いわけですよね悪く思ってる人もなので、まあ、こうやって俺のやってることは正しいんだみたいな主張してるのがずれてるなって感じててなんか正義の味方側なんだよ俺はみたいなそういう風 こっち側だみたいなそんな感じを出すのがちょっとずれてるなと思うんですよね。まあ、だってさこれだけ極悪なことしたんだよ過去とはいえね。でこういうことがあるとやっぱり普通に就職するのはやっぱ大変になってくるとだからこうしたアウトローな生き方をしようとしてるのかもしれないんですけどだったら言いこぶるんじゃなくてアウトローなやり方で一貫性持ってこうやってね えーまあ、そのの売を撲滅だととかかって動けばいいいんんじゃないのかなと思うんですよねこういう悪いことをしちゃってる俺だからこそアウトローな世、えー、直ししかできねえんだよと俺は自分が警察に逮捕されることなんて怖くねえよと普通の人じゃできないようなやり方で世の中を変えてやろうじゃねえかっていう感じでねダークヒーローみたいなのを貫き通すんだったら今回みたいな話でも元光は理解できるんですけどただ最終的にこうやって反論して自分はまともなんです。 正しいことやってるんです、正攻法なんです、これが。 みたいな、そんな主張されると、一般の人からしたら、いやいやそんなの普通じゃねえからな、みたいな。そんな風な、惹かれる反応されるわけですよね。まあ、そんな感じで、元光はこの人なんか芯がねえな、っていう風に感じちゃいましたね。まあ、という、めちゃめちゃ批判をね、受けそうな、元光の感想でした。ちょっといろいろコメントとかでね、教えてください、ご指摘とかも。ということで、ネットの意見もね、見ていこうかなと思うんですけど、これ、被害届出せば勝てそうって、最近バズるための正義マン流行ってるけど、やりすぎだからな、って、一回 見せしめにやっった方がいいわーって普通にそれはそれで完全にアウトで被害届け出せんじゃねえのと、まあ、暴力だとかそういう話にも発展するんじゃねえのっていうことですよね。とか他には典型的な自己中心的な正義を振りかざす承認欲求の塊だって肖像権とかプライバシーとか難しいことわからないならおとなしく誰かの下で炊き出しとかボランティアレベルの活動してたらいいよって。 まあここら辺が求めすぎにはブレブレかなーって思っちゃうんですよね。本当に真っ当な人間に構成していきたいっていうんであればこれやってること違うなと思いますからね。うん、だって普通に自分が逮捕されてもおかしくないような事案だと思います。こちらもいいねさせていただきますね。とか他にはこいつは確か特殊詐欺で逮捕されている人物ですよね。私人逮捕のつもりのようだけど一線を越えているのでいつかこいつらが捕まると思います。でも炎上逮捕さらに炎上で売名というのもこいつらにとっては美味しいの 本当にどうしようもない連中ですねと結局世の中を騒がせて自分たちが利益を得ようとしてるだけじゃねーっていう風に感じちゃいますよね。こちらもいいいねねさせていただきます、ね、とか他には「詐欺して捕まって更生したか知らんけどどの立場での説教なんだこれ気持ち考えたことはあんのかよ」とか叫んでたけどたかだか数万規模の転売でしょ過去に特殊詐欺してた人間から上から説教されて暴力受けるなんてたまったもんじゃないだろうってそういう活動していい立場ではね ないとと私は思うと、まあ、こういうような批判とかもあだかってたりしますねとか他には「転売ヤーはカスだと思うけどこれは明らかにやりすぎこの程度の違法行為に対して警察でもない一般人が私人逮捕の名目で暴力的に制圧することを私は絶対に支持しない」まあ、こうした制圧もこのアウトの線を越えるかどうか際どいとこだと思うんですよねそれを正当化は元とみできないと思いますこちらもいいねさせていただきますね、まあ、正当化できないからこそ一般の人はできないんですよ まあだからこそ俺にしかできない仕事なんだーっていうことでもう逆に腹くくってやってるんだったら元道的にはまだ好感を持てるんですけどなんかこれで構成してるんだみたいな雰囲気を出されるのはちょっと違うかなと思いますということで今回は世直し系 YouTuber が転売屋を制圧して逆に叩かれてしまうっていうようなそんなお話でした皆さんの意見もねぜひお聞かせいただけたらなと思います元道のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします 本日もご視聴ありがとうございました。